お疲れちゃんです。ラットです。そして、お疲れちゃんです。キュウキュウです。お願いします。来ました。あー、よろしくお願いします。なんすか、このタイトル。いやもう、タイトルのままですね。ということで、今回は、はい、新10秒デッキっていうところで、新10秒デッキ、それをですね、はい、協力バトルで。ああ、そういうことか。はい、2対2で、やっていきたいと思います。はい、10秒デッキなぁ。ちなみにあれ、はい、マルチとかで使ったことあるんですか？ありますよ。勝つんですか？マジで勝てない。マジで勝てない。やるんすけど。確かに。なんか、ウッドとかコロンみたいな。確かに。あれ？めっちゃわかる。あれ？トルネードで吸われたりね。そう。いろいろありますけど。なんか全然っすね。確かに。今日はですね。クローンじゃなくていいんすね。今デッキ。こちらですね。はい。今もうこれも収録してます。一応僕のデッキを見せておきますが、一応僕のデッキもね、一応こういう感じですよ。はいはい。ちょっとよくわかんないと思いますけど、はい、一応見せる。もうスケラフリーズで、キング落とす、うん。なるほどね、なるほどね。確かに10秒だわ。はい。はい、なるほど。ワンパンス。どういう戦い方するんですか？だって、いきなりローリングウッドとかトリノとか持ってたら落ちる。ああ、そうなんですよ。だから、うん、まあ、初めは、ギャングとか。はいはい、ギャング、ね。キングさんとかはバレルが入ってるんで。あ、バレル持ってます。はい。まあ、そういうので、スケルトン部隊もあるんで。はいはいはい、はい。ウッドとかザップ使わせて。なるほど。からのですね。なるほどね。じゃあ、そこラットさん視点でいかないと思います。多分、はい、その相手今、ローリングウッドあんまないんで、はい。行きましょうみたいな。指示もらえると助かるんですね。OK です。OK です。行きましょう。でも、僕はもう。もう早速、はい、早速行きましょう。友達と遊んで、ね、ありがとうございます。ラット選手、はい。よし。いや、これやだな、見せれねえな。本当に協力が必要じゃないですか。はい。大事です、大事です。いきます。よろしく。よろしく。いきます。どうしようかな。まずは、もう本当は手札ハークですよね、多分。はい。もう、じゃあバレルとかいいっすよ。多分投げちゃっていいっすよ、ね。投げちゃっていいっすよ。さあどうする？さあどうする。さあ、鬱陶しいなぁ。ギャング。おぉ。うわぁ、でもやだなぁ。ちょっと安けどね、はい、そのギャングちゃんは。うん、まあ、手札にまだ供給さんがスケラないんでね。確かに。まあ、それまでは。でもこれ一発勝負じゃないですか、やっぱり。バルキリー最悪だな。バルキリー最悪なカード。やばい。え、だって。アウトローサイトしてはい。そうですね、もう初っ端で、うん、無理だったらもうあと耐えてロケットみたいな感じっすよね。一発勝負ですよね、はい、ほぼほぼそうなりますね。これはどうやって、どうしたらいいですか。このアイゴレぐらいちょっと右の方の、はいはいはい、これですか、はい、あのプリンセスが、プリンセス厄介っすね。めちゃくちゃいってきます。やばい、ポイズン来た。これちょっと例えばこれとかいいんですか。やばいけど、頑張れ。ああやばい、やるな、やばい、やるな。相手もバレルボーイしますよ。バレルボーイ、はい、やばい、このタイミングやばくないですか。大丈夫、まあ、いいんじゃないですか。ギリよし。え、今、いやー、行ってもいい気もしますけどな。いや、行きましょう。いきます、僕、こうですよね。あ、そうです、こう、ウエス、行きましょう。出しました。で、僕フリーズ右側いるんで、僕左側に行きましょう。できたら、この辺ですよね、はい、やばい、あー、ほんまに行こう。あ、相手ポイズンだ。なんでやねー勝てねえよ、ポイズンには。これポイズン、これ無理だ。これ無理だ。もう終わった。もう一戦いきます。もう一戦いきます。じゃあこれ落としましょうか。これは、いや、もうひどい。ひどいな。いや、ポイズンはずるいっすね。ずるい。これはずるい。これはずるいわ。だって、相手、ポイズン打った瞬間、ってやってましたから、はい、スタンプで。これ。いやいや、これは、まあ。ポイズンがなければ。確かに。ポイズンだけでもいけるっすね、これ。いや、おもろい。はい。いけそうみたいなとこもありましたけどね、ポイズンなければ。確かに。一旦投げます。お願いします。一旦投げて、はいはい。さあ来い。使って、アイスイズもやだな、でも。そうなんですよね。ちょっとやっすよね、言ってもね。さあ。あの、でも、キングタワーにします。キングタワーでもいいです。キングっすね。ほんで、スペルを。はい。あるじゃないですか、ちょっと。大丈夫ですか、はい、やばいっす。ちょっと。おっとこれ大丈夫、風単純な風やばい。あー、じゃあこの位置ヌーブやな。まあ、僕もちょいカード回したいっすね。カード回して、まあ、スケラないんで。おぉ、うわぁ、いやぁ、まあ、うわポイズン使いましたね。お、確かに。やべ、こんなの。いや、全然いいっす。あ、じゃあポイズン。お、ザップも使った。これもキングいきます。コスト溜まったら行きましょう。溜まったら行きましょう。9。行きましょう。で、僕右フリーズします、ね。左にします。なるべくなんか被せた方がいいですね。そうです。ユニットいたら。ここ。
あるある、マジある、マジある。あるある、いけ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 い成功しちゃった成功しちゃったもっと苦労するかなと思ったら一瞬でしたね、持っていくのが。やっぱ相手もポイズンを切ったタイミングでいって正解したね、はい、完璧でしたね。完璧な、やばい。もう一回っすね、これや。もう一回やろ。一試合俺ら早いっすね。確かに。フラワーリーグアジアでやってください。これやっちゃっていいっすね、うん、やんないでほしいっすけどね。さすがにリスキーすぎる。さすがに多分監督からストップ入ります、ね、確かに。さすがに。いや、おもろ。やばいな。え、これ、はい、いけるっすよ、これ。なんか、普通にノラの協力バトルだったら、はい、友達といけるっすわ、これ多分。これ、意外といい。意外といい。はじめはもう、手札を整えるぐらいですね。確かに。いや、これ、攻略法が分かってきた。いや、よかった、今のめちゃくちゃよかった。分かんないです。もう本当に、こうやってやって、様子見っすよね。はい、もう。相手何使うんですかと。スペル。あっ、まあ、フリーズするんで、ね。あ、確かに、ギリ。でも取るの嫌だな。嫌っすね。取るの言ってないっすよね、多分。初めの方のやつが。よし。はいはい、ポイズン。ポイズンだけ。打ちたいでしょ、相手。もうこれちょっと、はい、打ちたいっすね、相手でも。ポイズン打て。打て。ない場合もあるっすね。ザップ使っちゃった。で、ワンチャンいきます今。あ、フリーズないんすよね。あー、オッケーっす。なので。あ、でも次あるから、あー、ウィザード厄介っす。ウィザード厄介っすね。出して。両タワーアイゴレで受けるという、はい、でもスケルトンどうしたんですか。あ、なるほど。これあ、やべ、ロケットか。いや、いいボー最悪やな。まあ、いきますもん。ちょっと6、はい、もうたまるぐらいで出ます。いきましょう。いった。で、僕右やります。あ、ライジング使った。じゃあ僕左で。オッケー。あるあ、何個だよ。ジャンクどうする。スケルトン強い。スケルトンのレイジが強い。え待って、バレる。待って、ロケット。これは入る。うわ、入る。やばい。待って、これエリバー持ってるんで、相手。よし、でも、細かいの多いんで。確かに。これ、だって、ロケット2発で。確かに、いける。耐えましょう。なんで、そうですね。これ多分エリバーかなんか来るんで。はい、オッケーです。耐えましょう。頑張って耐えましょう。いやー、いいや、これ。よしよし。あ、ロケットありますよ。あ、打ちましょう。打ちましたぞ。打って。あ、やばい、来た。最初。よいしょー、せーの。2連勝。やばい。これもう一回いかせ、もう一回いかせ。やば。もう一回いけ、もう一回いけ。え、強くないですか。やばい。相手の手札を把握したら、マジで勝てる。マジで勝てる。新戦法本当に生まれてしまった。めちゃくちゃ強くないですか。やばい。本当に新戦法だこれ。やばい。マジでやばい。もうこうですよ。はい、もうそれでウッドかね。なんか使ってほしいですね。なんですか。ウッドでもう一枚多分あるかもしれないんで。ウッドか。ここでね。さあ、ここで何ですか。お。さあ。何ですか。おお、ザップ。ザップってことはもう。まああってポイズンですけどね。めっちゃ来る。やばい。これめっちゃ来るっすね。これどうしたらいいですか。防衛じゃあ僕これ出してください。あ、最高っすね。ワンチャンポイズンとか使ってポイズン使ってくる可能性ありますね。でもウッドもザップももうないんで。おお、強すけ。はい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 。よしよしよし、いい感じっす。あ、プリンちゃんだ。プリンちゃんちょっとめんどくさいですね。あれ処理していきたいっすね。確かに残ってる状態だっていけないっすもんね。どうしよう。そうなんすよね。やばい、あ、死んだ。まあ、ギリ。アンドプリンセスロケットで処理します。ファンキーすぎる。することなくないですか。することないですね。もういいんじゃないですか。あ、ここでよくあるやつだ。じゃあアイゴレ出しちゃいましょう。ミキヨはアイゴレ出して。はい、まあもうこれ暇だな、手札が。暇っすね。まあでも僕ら一撃必殺なんで。そうなんですよね。関係ないっすね。さあ確かに。さあどうだ。ザップ使うの。オッケー。ああ、シュッと使った。もう行けます。ここで行きましょう。行きますか。行きましょう。あ、行きましょう。よし。でも左で。僕右で。よし。レイジもします。
お、置いてくれ。できた。オッケーオッケー。あ、痛い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 。あ、ポイント。あ、ポイント。あ、終わった。いや、でも待って、いや、でも結構削ってる。言うて削ってる、言うて削ってる。いや、防衛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 全部防衛防衛防衛も大事、防衛も大事。よし。2300だから、もう一回スケフリしたら。確かに。削れそうですけどね。確かに。いや、これいけるな。いや、いける。これもいける。ちゃんと防衛しないとダメですよ。相手こういう時ってなんかスリクラ来そうですよね。そう、なんか多分絶対3クラ取る。あ、やばいやばい、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっといいいい、やばいやばい、まあまあまあ、よしよしよし、まあまあまあ、守った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 、貯めますか貯めますか貯めますか、一回貯めましょう、コスト。よしよし、これはもう、あ、やばい、スケートムでお願いします、スケートムでお願いします。これジャイは大丈夫じゃないですか。行きますか、行きましょう行きましょう、あ、やばいやばい、あ、あまあまあ、まあ、そういうこともありますよね。今のあはすごいリアリティあったっすね。今あった素が出たっすね。素が出た素が出た。でもう一回行きましょうか、ギリギリもう一回行きましょう、ギリちょっとこれもう最後で行きます、わかんないですけど、はい、ラスト行きましょう、ラストで。いや難しいな、多分なんだろうな、スリクラ取られちゃうのは確かに辛いですね。そうですね、はい、そうです。いや、ポイズン厄介です、ポイズン厄介。ポイズンを使わせるガゴムレとかを使った方がいいんです。まあ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 、あ、やばい、来てた来てた来てた、まあこれでは言うても勝てるんでね。バレると、バレ出して、これでウッド使ってくれて、ウッド使いますと、おいしいおいしいおいしい、えー、おいしいおいしい、めっちゃおいしい。で、これでザップかウッド、あ、ファルティング、またあるかな、使ってこないですね、なかなか。あとの資格やばい、これやばい、これオワタピーポーですか、オワタピーポーです、ロケット欲しいですね、これロケット撃っちゃう、撃っちゃっていいですね、ロケット撃っちゃう、はい、残念っつって、あの、かわいそうなアイゴレですね。そう、やっぱ究極あるあるのね。そうなんですよね、アイゴレが何も仕事しないっていう、やります、僕やります、あれです、あ、自家製ガゴムレ、よし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 、いや、自家製、あ、ごめんなさい、あ、全然いいですね、まあまあまあ、ギリ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 、これはもう、あれですね、もうウッドとか全然なくないですか、一点ないっすね、あー、ウッドだ、おぉ、ちょっと、なんならもう削っちゃいたいっていう、あー、もう削りに行く、削りに行く、はい、あー、あー、まあまあまあ、トルネ使ったんで、止めます、でも、ウッドもザップも使ったんで、はい、もうここですね、ここのスケラ待って、確かに、僕次フリーザーあるんです、確かに、オーケー、そうです、ここで行きますか、よし、すいません、じゃあ、よし、よし、あー、はい、もう使っちゃう、呪文、はい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 、と、もう行きますよ、行きます行きます、フリッチします、テレテンテレテン、起動してるんで早めの方がいいです、よし、お、今使った使う、オッケーオッケー、入る入る、いや、いいよいいよ、え、いい、来たく来たく、え、えやばい、せーの、あー出る、え、やばい、これ勝ちまくりじゃないですか、マジで、何回しました、5回4、5回して、3回勝ってるっすよ、やばやば、勝率5割とか言ってますか、はい、よりも上、やばやばい、あれ、これロイジャイの弱体化希望だってないんですか、確かに、いや、ないない、うん、なんか前あったじゃないですか、これ、え、マジっすか、なんか、あ、あるあるある、ロイジャイの弱体化希望だ、そんなのあったんすね、そう、青っすよね、これあー、やりましたね、これちょっとワンチャンな、だからこれで、全然あのクラウン集めるのありっすよね、確かに、クラウンっていうか、めっちゃ、宝箱早くないですか、だって早い早い、しかも楽しい、一試合もう1分2分で終わるんで、うんうんうん、やばい、いやー、これやりましたね、いや、これはね、新しいデッキ考えちゃいました、やっちゃいましたね、これ、多分協力バトル行ったらこれが多い、確かに流行っちゃうんで、みんなはポジション入れないと思います、はい、今後、そうですね、この動画きっかけで世界中で流行るんで、はい、そうなりますね、気をつけてください、ぜひぜひ、ということで今回はね、ケギョさんと、まあ、コラボ動画ということで、楽しいっすね、いや楽しい、いや、もう疲れ、疲れとかないもん、はい、もうありがたいです、本当に、いや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 、もう無限で無限で無限で、すみません、え、あ、これね、これね、なんか多分なんかね、さすがにこれは入れるのはギャグっすけど、はい、さ、もう無意識にマジで触っちゃうんですよ、かわいいっすね、いや、これ、いや、めっちゃ気持ちいいんすよ、これ気持ちいいっす、前も触らせてもらったんですけど、ちょっとごめんなさいね、はい、これ汚いですけど、汚いですけど、このザラザラ感がたまる、めっちゃ高画質見て、めっちゃいいじゃないですか、めっちゃ高画質で猫さんをね、ちょっとやっぱピントもね、ピントも合わせさせてもらう、あ、ちょっと手に行って、手に、あーって、あー、痛い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 、ほらね、これね、ほらこれね、はい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 、あ、危ない危ない危ない、ということで、はい、この猫さん、あの丸尾って言うんだね、
や、知らない。嘘です、しかも。ありがとうございました。今回ね、コラボさせていただく京さんのね、チャンネルは貼っておくので皆さん、ありますもう、してない方はもう、必ず、チャンネル登録お願いします。コラボ動画もね、上がってます。ありがとうございます。そうです。京さんのチャンネルでも、コラボ動画上がってるんで、ぜひ見てください。ありがとうございます。ということで、バイバイ。